当社は福島第一原子力発電所で発生した事故を極めて重く受け止め、事故発生直後からあらゆる安全対策に全力で取り組んでいます。原子力発電所のより一層の安全性、信頼性の向上を目指した当社の取り組み状況についてご説明します。福島第一原子力発電所の事故では、地震の発生で原子炉を止めることには成功しましたが、その直後に起こった津波の影響で、すべての電源を失うとともに、冷却用の水の供給もできなくなりました。当社では、これらの状況も踏まえ、地震や津波などの自然災害より、原子力発電所の事故の発生、拡大を防ぐ対策から、万一事故に至った場合の対策まで、様々な手段を準備しています。まずは、事故の発生、拡大を防ぐための対策として、電源の確実な確保、地震や津波、さらには浸水を想定した対策についてご紹介します。こちらは中央制御室の計器などに電気を供給する高圧発電機車です。はい、5秒前、3、2、1。重要なポンプなどに電気を供給する移動式大容量発電機です。非常用ディーゼル発電機が7日間連続で運転できるように燃料油貯蔵タンクを増設しました。こちらは地震や津波による被害を想定して準備した大型のホイールローダーです。発電所構内に土砂や瓦礫が散乱した場合でも、発電所員が速やかに障害物を取り除きます。また、浸水防止対策として重要な機器があるエリアの扉を水密扉に取り替えました。それでも事故に至った場合の燃料の損傷を防ぐ対策をご紹介します。常設の電動注入ポンプと可搬型のディーゼル注入ポンプです。いずれのポンプも既存のポンプが使用できない場合でも原子炉内に水を送ることができます。さらに可搬型の電動低圧注入ポンプも準備しています。こちらは発電所の敷地内にある深山池です。深山池の豊富な水を水中ポンプで汲み上げ、水源として利用する手段を準備しています。使用済みの燃料を貯蔵しているプールの監視も強化しています。使用済み燃料ピットの状況を中央制御室で監視できるように、水位計、温度計、監視カメラを新たに設置しました。
さらに使用済み燃料ピットの水位が異常に低くなることも想定し、使用済み燃料に水をスプレーする設備を準備しました。それでも燃料の損傷を想定して、格納容器の破損を防止する対策を準備しています。こちらは従来から設置している格納容器スプレーリンクです。格納容器の中に水をスプレーすることで、格納容器内の温度、圧力を下げることができます。今回、新たに配備した常設電動注入ポンプや、可搬型ディーゼル注入ポンプでも水を送ることができるようにしました。こちらは移動式の大容量ポンプ車です。格納容器内の空気を循環させ、温度、圧力を低下させる配管に水を送ることができるようにしました。格納容器内には水素濃度を低減させる静的触媒式水素再結合装置と電気式水素燃焼装置を設置しました。それでも格納容器の破損を想定して放射性物質の放出を極力抑える対策を準備しました。万一、格納容器が破損した場合でも、確実に漏洩箇所に放水できることを確認しています。放射性物質を含んだ水が海へ拡散することを抑制するためにシルトフェンスを準備しました。それでも放射性物質の拡散を想定して防災対策のさらなる強化を図っています。こちらは発電所の敷地内の高台に新たに設置した緊急時対策所です。国、地元自治体、本店などを結び、速やかな情報共有を図るためのテレビ会議システムを配備するとともに、専用の非常用発電機、放射性物質の侵入を防ぐための空気ボンベ、浄化した空気を室内に取り込むための空気浄化ユニットなどを備えています。また、
あらゆる事故にも速やかに、かつ冷静に対処できるように、日頃から様々な訓練に取り組んでいます。ないってことね。はい、ありません。車内電源確認して。車内電源確認します。はい、すべてゼロ。じゃあ電灯つけます。はい、電圧、車内電源すべて。当社は万一事故が発生した場合を想定し、大きな事故に至ることのないよう食い止める手段を幾重にも準備するとともに、原子力発電所から放出される放射性物質が住民の皆様や周辺環境に影響を及ぼすことのないよう、安全対策、防災対策に万全を期してまいります。